はい、フローチャート漢方薬治療2、口内炎にオーレンゲ毒糖というフローチャートで70ページになります。がっちりタイプの63歳の男性で、口内炎に気胸糖や半夏写真糖を使用したがあまり効いた感がないと。そこでオーレンゲ毒糖15番を使用しました。今回の薬は苦いが口内炎はすぐに治ると満足しています。その後口内炎が生じるたびに頓服的にオーレンゲ毒糖を使用し本人満足しています。オーレンゲ毒糖は4つの生薬です。抗生生薬黄金、オーレン、三獅子、黄檗です。黄金とオーレンがありますから写真糖なんですね。三獅子は気を沈めます。生薬ポイントね、オーレンゲ毒糖15はオーレンと黄金を含む写真糖の一つ、半夏写真糖の親戚であります。半夏写真糖もオーレンゲ毒糖も口内炎に有効です。まあ当たり前の気もします。オーレンゲ毒糖は4つの生薬からなる簡単な処方です。写真糖の要素のほか、ね、オーレン黄金のほか三獅子と黄檗を含みます。三獅子は気持ちを落ち着かす作用があります。オーレンゲ毒糖は苦いのでこれが美味しく飲める人は実証のヒントになります。まあ実証の人は結構オーレンゲ毒糖美味しいって言うんですね。巨匠の人はまずくてまずくてとおっしゃいます。レベルアップ、オーレンゲ毒糖15に台を加えたイメージが3を写真と113番です。インチン503、117に台を加えたイメージがインチンコート135番です。軽視副両眼に台を加えたイメージが頭角上気と61番です。自疾患の軽視副両眼に台を加えたイメージがお辻と3番です。詳細後等9番に台を加えたイメージが大細後と8番となります。さて、まあ、台を加えたイメージを覚えるのも結構役に立ちますね。オーレンゲ毒糖に代用が入ったものが三黄写真糖と覚えてください。70ページ、フローチャートは口内炎にはオーレンゲ毒糖というものでした。